こいてないかな。ここ？ああ。鉄道。お前に聞きたいことがあるんだよ。なんだよ。実はバカな奴がいてな。俺たちが昨日持ってきた雑誌の中に50万円挟んであったんだってさ。半分は見つかったんだけど、後の半分が見つからないんだよ。山手銀行の封筒の中に入ったんだ。お前見なかったか？俺が？ほら、木箱の上にあったモーターカーっていう雑誌な。あ、そん中に…知らねえよ！そんなもん知るか！おい、鉄道、ちょっと待てよ。あ、鉄道待てよ。鉄道、お前が猫まぶしたのか。おい、バカ野郎。どうして、どうしてそんなことしたんだよ。おい、鉄道、なんとか言えよな。返しゃいいんだろ。持ってんのか。やったよ。誰に。ここ行きゃ返してくれるよ。母ちゃん、お客さんよ。何すんだよ、返してよ。そうだよ、鉄お兄ちゃんに言いつけるからね。持つのだよ、返してよ。じゃあ、僕のつもり。他に見るよ。鉄お君のお母さんですか。鉄おの知り合いなんですか。ええ。何します。もやしそばください。じゃあ俺も。はい、もやし2つ。そうですか、哲夫のお知り合いなんですか。哲夫のやつね、うちのお父ちゃんが死んじまった翌年打ち飛び出しちゃったんですよ。それが突然ひょっこり帰ってきましてね、私がもう人に騙されちゃったもんだから。親戚にね、ほんの2、3日だからって仕入れの金貸しちゃったんですよ。そのまま雲隠れされちゃって。何すんのよ。店はやってけなくなるし、困っちゃいましてね。それ哲夫のやつが聞いて、俺の働いて貯めた金だからってポンと置いてって嬉しくて嬉しくて。お母ちゃん、まぶきがおしっこだよ。よっしゃ。すいませんね、ちょっと。どうする。お前が言えよ。俺が盗んだ金だしさ、返してもらわなきゃしょうがないじゃないか。お前言えよ。俺言えないよ。俺だって言えないよ。カツオ、鉄を。金は？金？払ったのかも。まだ。出せよ。だって。いいから出せよ。これでいいだろ。帰れよ。帰ってくれよ。クズロクに言ってやれよ。金があったってさ。
お、なんだお前か。出てきたのか、金は。おい、金が出てきたんだってよ。こいつら、かすめようとしたのぜ。汚ねえ野郎だろ、こいつら。おい、田島、今夜はその体でパーッと派手にやろうじゃないか。おい、ゆうちゃんとこでさ。おい、もさっとしたやつ早く出せよ。ない。ない?使っちまった。なんだと?俺が使っちまったよ。この野郎、散々偉そうな口叩きやがって。その正体がこそどろか。そのこと許せねえとか謝れとか言いやがって。謝るな、おめえの方なんだ、バカ野郎。いや、参ったよ。ほこりだらけになるしさ。ああ、これで約束通りあいつらにカセット売りつけられるわ。カセットだけでも売りつけりゃよかったのに。こいつを殴ったやつにそこまでして売りたかねえや。だっていいんだ、もういいんだ。何しに来たんだよ。俺を警察に突き出そうってのか。人様の金に手つけて偉そうなこと言うんじゃないよ。すいませんでした。せっかく哲夫君がお母さんのために持ってきたお金。だってあれは。ふざけんじゃねえよ。今頃そんなこと言ったってどうなるって言うんだよ。哲夫。哲夫君、康介は君に金を返そうとして殴られたんだよ。自分で使ってしまった、そう言ってさ。だってあいつらには金が余っていたんだ。本当に金がいるのはここなんでしょ。店続けられなくなっちゃうんでしょ。いるんでしょ金が。いいんです、いいんです。もうあんたたちの気持ちだけで。世の中にはあんたたちみたいな気持ちの優しい人たちがいるんです。もう一度、もう一度頑張ってみます。母さん、手伝うよ俺も。
輩。俺カセット売りに歩くよ。おめえだ。セールスには自信ないけど、なんとかやってみるよ。お前、月末まであと10日あるんだし、なんとかなりますよ。ああ、なんとかなるよ。